糸満市と南城市、石垣市の市長を除く県内8つの市の市長は、きょう自見沖縄担当大臣らと面談し、来年度の沖縄振興予算について一括交付金の増額などを要請しました。市長会として独自のこれまでと違った形での要請のあり方を今回が初めてでありますが、さまざまな厳しい事情はございますが、しっかりと当然ながら対応してまいりたいと。2021年度以降、県、町村会、市長会の3者連名で行われていた予算確保の要請ですが、普天間基地の辺野古移設をめぐる国と県の対立を背景に、今回市長会は県とは別に単独で要請することで予算の増額を狙った格好です。市長会の協議の中で特に、知事のこの要請行動のあり方ということは議論したことはないです。ただ純粋に、将来が不安なだけに、我々は独自性を出していこうということで一致をしたということの行動ですから。要請書では11の市の現状や課題を記載し、ハード交付金の減額によってインフラ整備が遅れることへの懸念などを訴えたということです。